ちゃんもいます。どうもこんばんは。お疲れ様です。おつまい、おつちほ。ほら前の方がさ、何でもしっくりくる。ありがとうギフト。うん、チャンズちゃん。うんうん、一緒に配信するの久々な気がする。え、そうなんですかね。なんか最近毎回久々な感覚になる、まえちゃんと配信すると。バスツアーが一緒でしたよ。配信はしてないけど。バスツアー。バスツアー楽しかった。バスツアー。一緒に登った東京タワー。みんなを30分ぐらい外で待たせた浅草。ねえ、あれ知ってた？あれ30分ぐらい待ってくれてたらしいよ。ごめんなさい。本当にごめんなさい。そう、浴衣は私たちが着るってなっとって、でファンの方はその間自由行動ってなっとったんやけど、ちょっとお待たせしとるぐらいかなって体感思っとったら30分ぐらい待ってもらってたっぽくて、大変申し訳ございません、大変申し訳ございませんでした。なのにもかかわらず、あの何ですか、インスタとかにいちご飴とか食べてる写真とかがあったから、こいつ待たせて、いちご飴。本当に腹渡りを繰り返ったと思います。ごめんなさい。当分いちご飴は食べません。でも待ってる時間も楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。しかも東京タワーの上でも待たせてアイスを持って登場してしまって、ごめんなさい、申し訳ございませんでした。楽しかった。でもまたやらせてください。次はどこ行きますか、まいさん。どこがいいかな。え、絶叫行けるんだっけ、まいちゃん。行けません。やめましょう。オッケー。富士急って言おうとしましたね。うん、じゃあそれはあの前抜きの、え、前抜きバスツアーでやります。そう、地方前の前抜き。地方前バスツアー前抜きにしてください。今回マイナシみたいな。おもろ。じゃあまいちゃんも一人でやるとき、うん、地方抜きってやってね。地方前バスツアー地方抜き。うん、北海道とか行きたくない？寒いですよ。え、確かに、確かにな。でも行った。じゃあ沖縄。あ、沖縄ね。え、行ったことない県でさ、行きたいとこある？行ったことない県、うん、行ったことはあるけど京都行きたい。ダメ。あ、え、鹿児島は？鹿児島行ったことない。え、鹿児島行きたくない？何がある？火山灰。火山灰。え、火山灰ってさ、え、火山灰の灰ってなんだっけ？灰。え、火山が、え、火山があるとか言うならわかるけどさ、火山灰なんか別に見たくなくない？うん、え、火山灰、あ、桜島か。うん、それさ、それ黒豚。黒豚？うん、
が有名だって。昔さ、うん、鹿児島のライブみたいな出る人だった？出ない人か。なんかであったんよ。多分コロナ禍かな。亡くなったんですか？そう、亡くなったの。メンバーがなったか中止になったか忘れたけど。鹿児島とかでもなかなか行ってない。ね、野球めっちゃ楽しみやったのに。出る人だったよって。なんで知ってるの？なんで知ってるの、やば。もう発表されてた。発表されてたよ。そう。うん、本当だよ。出る人だった。そうみたい。ごめんなさい。あ、イベントごとなくなったのか。イベントごとなくなったっぽい。うん、私も出る人だった。うん、秋田行きましたよね。秋田行った。東北の方あんまり、宮城ぐらいしかないので行きたい、ね、うん、東北。でも私も宮城とかあと秋田ぐらい。青森行きたくない？青森行きたい。青森 あれに会いたい。何ですか？あの鬼みたいなやつ、ねぶた祭り。それも行きたいしけど。何やっけ、あの、あ、生ハゲ。あ、生ハゲ、生ハゲって名前でしたっけ。うん、なんか生ハゲって、生ハゲか、出てくる。あ、生ハゲ秋田だった。青森じゃなかった。きりたんぽ食べましたか？きりたんぽ食べた気がする。バサシ食べた、とかいぶりがっことか。うん、めっちゃ美味しかった。いぶりがっこってたくあんですか？うん、ほぼ。あ、食べてたって。きりたんぽ。あ、食べてた、うん、みんなの方が覚えてる、うん。青森冷麺だって。あー、盛岡冷麺。それ青森なの？初めて知った。あったかいのがいいな。ねえ、だって今からあったかい冷麺がいいなって言った？あったかくしたい。はあ、これ今見てだって。もうダメ。やばい、ごめんなさいね。東北地方にあんまり詳しくないので、皆さん教えてください。教えにお話し会来てくださったら嬉しいです。何この音、なんか空気の、うん、変な音がするね。ピューピュー言ってる。うん。ピューピュー。青森の冷麺も有名なんだ。あ、青森マグロが有名だって。食べたい。寒いからかな。確かに美味しそう。身が締まって。食べたい。食べたみ、最近おいしいもの食べた？まいちゃん最近食べたおいしいもの、せーので言おう。せーの、油そば。油そばを数時間前に食べました。食べました。感動しながら食べた。目が一番に感動するな。ねえ、それ言わないでもらっていい？それ言わないでもらっていいかな。いや、私大好きなんですこういうの。本当に、うん、嬉しい、うん。でも一口目が一番美味しかった。ずっと美味しかったけど、やっぱ一口目が一番美味しいよね。わかる。お腹が空いてる時の一口目、うん、最高最高だったよ。マジで美味しかったね。美味しかった、超感動した。今から全然もう一杯いける。なんかお腹戻ってきた。
美味しいんですよ。マジで美味しい。油どう？トッピング、トッピングは海苔、卵。まいちゃんって絶対海苔トッピングするよね、いつでもどこでも。海苔ってうまいですよね。え、海苔うまいけど、こんなに海苔をと絶対トッピングする人に出会ったことないから、結構ね、そう、珍しく感じる私的には。でも海苔美味しい。今まで海苔をトッピングするしたことなかったの。でもまいちゃんと出会ってから海苔をトッピングする良さを知ったね。今日トッピングしてましたよね、海苔。うん、トッピングした。でももっと海苔欲しかったね。足りなかった。うん、もっと欲しい。美味しかったな。サチ。お酢がね、なくてもね、うまいんですよね。え、結局かけんかった？かけてない。すごい。あのなんか、マジでその最初にかかってるタレだけで美味しい。え、でもマジで美味しいよね。うん、だって最初の一口が一番美味しかった。え、マジで美味しかったな。なんか私のやつさ、卵とさチーズもあったけさ、うん、なんかちょっとパスタっぽかった。あ、美味しかった。カルボナーラや。うん、カルボナーラ。そのお酢もラー油も別になくてもいける派。私もかけたけど、うん、最初が一番美味しいですよね。最初美味しい。すごいシンプルイズベスト。玉ねぎもめっちゃ入れる。あの卵はどっちでもいいかも。え、わかる。思ったよりどっちでもいいかも。でも美味しいけどね、めっちゃ。え、玉ねぎめっちゃ入れよったよね、うん、今日。玉ねぎ血液サラサラになりますからね。素敵。卵なんか卵黄だけついてくるんです。美味しかった。ご飯の話ばっかり。ご飯の話以外なんかありますか？え、何の話する？ご飯、私たちからご飯の話奪ったら何も話すことないけど。変わった。え、何だろう、何かあるやろね。うん、何もない。浅いね。あまりにも。え、何これ。これあの紐つけるところ。あ、スマホの。今目が見えんけさ。コンタクトしてないんですか？うん、してない。ちょけ、なんかと思った。え、なんだろうね。え、ないですね。ないね。話すことない。話すことないわ。やばい。じゃあ好きな色。ないです。なんか絞り出すんだよ。ないっていうようにしてるんですよ。え、そうなの？え、じゃあ5位。5位は？ 5位って何？好きな色5位。5位なんか無理ですよ。え、じゃあ4位。ないです。え、お願い。え、じゃあこそっと、私あのさ、聞こえないように、こうやって耳、あの私にだけ分かるように言って。じゃあ1位言って。1位は、うん、もう一回お願いします。絶対分からん。でも、え、なんか不思議な色やったそれ。言ってない。え、オーソドックスなやつ、うん、もう一回言って。1位は、うん、え、そんなびっくりすることじゃない。え、ガチでびっくり。え、マジ。え、待って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 。それ全然イメージないよ。隠し通してるね。通してないです。え、そうなの？みんな知ってる。え、みんなまいちゃんの好きな色何色だと思う？え、めっちゃびっくりなんだけど。え、マジでびっくりしてる。え、知ってるよって言ってるみんな、うん、え、見えない。え、ま、むずだからやめたい。
よってあ言っちゃったじゃん。いいの？いいですよ。あ、いいんだ。なんか多分うん、水色なんかの、うん、多分生誕祭ちょっと前の生誕祭も水色、うん、私が好きって感触が好きって言ってたから多分いろいろ水色のなんか冠とかにしてもらったりしたかも。え、なんでピンクとオレンジなの？ペンライト。なんかオレンジは多分愛媛要素で、うん、まあ、後付けなんですけど、うん、ピンクはまあ、ラブ。え？いや私さ結構ピンク好きなの。私さ水色と白なのペンライト。なんでですか？その時は STU カラー。なんか水色と白？うん、何も考えてなかった。でも普通にそう水色と白も好きやけど、うん、でも今は結構ピンク好きやけ。交換したらいい感じだね。ダメです。ダメか。そうだよね。今からペンライトの色変えるとか想像つかなくないですか？つかない。だってもう多分一生オレンジピンク探すと思う。うん、私も一生白水色探すと思う、うん、でもちょっと一日だけ変えたりしたい。色を、うん、あ、ランキング読みます。私から読みます。どうぞ。20位レオ、39位世界へ、38位ポルダーアグリ、37位ミミキャン、36位ヌルディンさん、15位ヒロロン、34位クリーネセントさん、13位カズキンさん、12位ルディエカさん、11位キョンシーさん、あ、変なとこ行っちゃった。10位20世紀ともちゃんさん、9位ミホさん、8位グリオティーヌさん、7位阿部寛さん、ラッキーセブン、6位パフィーンさん、5位ユリアピースさん、4位おっちゃんさん、3位ジュイケンさん、ジェイシー、2位ダルダさん、ツーツー、そしてそして第1位はピロロロピュン、東京のスワンさん、イエーイ、ありがとうございます。会社のキョミです。イエイ、おめでとう。ゆるたちゃん、イズキキさん、クムネパパさん、ココさん、ヨッシーさん、マツくんさん、考えなしさん、きなぺこさん、福太郎さん、エムケンさん、おはなちゃん、サムさん、東京のソンさん、ミッキーさん、1位はドロドドン、福ちゃんまるさんでした。イエーイ。明日は金曜日です。ガチか、ガチ。花金花金、明日頑張ろうね、まいちゃん。頑張ろう、頑張ろうね。一日長いね明日。なぎゃぎゃ、おやすみ、さよなら、みんなまた明日、バイチャラポーン、ポーぽよよ、お疲れ様でした。バイバイ、見てくれてありがとう。バイバイバイ。この時間長くない？え、今配信されてるんじゃないですか？え、されてるよ。え、されてるよ。こっちアディショナルタイムあるから気をつけた方がいいです。うん、今日それちゃんと覚えてる。なんであるんだろうねそれ。おやすみ、バイバイ、残念、おやすみ。